そう。ずいぶん今日大人っぽいっていうかセクシーだよね。え、久しぶりだからそう思うんじゃないの。え、なんか変わった。え、変わってないよ。変わってない多分。いや、なんか前より綺麗になった感じがしてちょっと嬉しいな。え、それは嬉しい。嬉しい。いや、めっちゃ俺も嬉しいわ。あ、今日って、うん、旦那さんに何つって今日。え、友達とご飯行ってくるって。友達とご飯。ああ、まあまあまあ、まあ、嘘じゃないもんね。あ、間違ってないよ、ね、あ、間違ってない。じゃあ、とりあえずご飯行く。お腹空いちゃった。うん、じゃあ行こう行こう。なんか嬉しいな。めっちゃ久しぶりだもんね。そうだよ、半年ぐらいぐらいじゃない。なかなかね、出張がね、うん、ないと来れないからね。まあ、そうだよね、忙しい、うん、そうなんだよ。本来もっと会いたいんだけどさ。じゃあもうちょっと出張増やしてくれればいいじゃない。いや、それ俺が決めることじゃないから。まあ、そっか。そうなんだ。ちょっと今日肌寒い。ね、ちょっと今日風あるもん ね、季節の変わり目だからな。なんかあったかかったり。ね、早くお店入ろ。あ、お腹すいた。お腹すいた。お腹すいたし、早く飲みたい、うん、早く飲みたい。普段お酒飲んだりする。うん、結構飲むよ。あ、本当？旦那さんと一緒に飲んだりとかするの。うん、まあ一緒にもなるし、うん、まあ普通に友達と飲みたりとかたまにするし。あ、そうなんだね。うん、楽しみだ。まあ一緒にお酒そんな飲んだことないか。あの時ぐらいだもんね、大阪の時。うん、今日はさ、時間遅くまで大丈夫。まあ夜まで大丈夫だけど、うん、え、そんな遅くまでかかる？え？分かってるくせに。いや、だって夜まで大丈夫なのってちょっと期待して。遅くなるときとかあるでしょ、普段。旦那さん怒んない？大丈夫？うん、まあちゃんと言ってれば大丈夫。あ、じゃあ今日も大丈夫。大丈夫。じゃあ行こっか。あー、じゃあ、乾杯。おいしい。おいしい。やっぱお酒おいしい。いいね、こう、なんか昼間から飲むっていうのもいいでしょ。うん、なかなかないもん、ね、普段飲まないでしょ、昼間、家とかで。うん、昼間は飲まないかな。夜は飲むけどさ。一人で飲んだりとかしない？家では。あ、でも一人で飲むこともあるよ。あ、そう。たまにね、そんなないけど。そっか。うん。でも旦那さん忙しいの、仕事。そうだね。うん、最近ずっと忙しそうかな。あ、本当。うん。もう彼は結婚して何年になるんだっけ？6年ぐらい。ああ、6年か。うん。そっか。結構あっという間に時間経っちゃった。てか、結婚するのやっぱ早かったもんね。あ、そう？あ、でもまあそっか。そうそう。周りと比べても。うん。俺がだいたい何年だっけ？4年ぐらいかな。うん。うん。いや、だから、いやー、早くに結婚しちゃったなみたいな。だってねえ、うん、まさかね。ん、いや、すごい同窓会でこう会った時にやっぱさ、うん、まあ、昔とみんな違うじゃん。まあまあまあ、やっぱ時間経ってるからね。そう、うん、だからなんかすごい綺麗になったなって。本当？でもなんかあんま変わんないよね。なんか雰囲気っていうか。あ、そう。うん。俺はあんま変わんないか。そんなに。でも見てすぐ分かったもん。やっぱ、女の人はこうね、大人になって化粧したりとかさ、うんうんうん、ね、そういうのですごいどんどんみんな綺麗になっていくからさ、う